皆さんこんにちは、小島です。今回は、アニメーションでお送りしております。私小島はですね、小島のハンコ屋っていう消しゴムハンコのお店を営んでおりまして、この度ですね、小島主催のイベントを開催することになりました。その名も小島ルシェという名前のイベントでして、愛知県安城市のアンフォーレという施設で行うんですよ。でもぜひともね、ここは皆さんに来ていただきたくてですね、ちょっと紹介の動画の方を今回作らせていただきました。ちょっと見てほしいんですけど、こんな風にですね、消しゴムハンコをこうたくさんこう並べて販売したりだとか、こういったね、会場限定のマグカップとか、パーカーとかをこう販売する予定でいるんですよ。モコモコ頭の子が、小島のハンコのキャラクターのチャーリーっていうんですけど、横にいるのが一緒に出店するオリドーっていうキャラクターなんですよね。知ってる方はいると思うんですけど、いつも YouTube に出てくれてる夢のっちのね、描いてるキャラクターなんですよ。一緒に今回やるということでですね、こういった雰囲気でこうマルシェ、小島マルシェやりたいなっていう、こうイメージ図がこれなんですけれども、その皆さんがね、もっと気軽にこう会場に来れるようにっていうことで、今回その愛知県のね、 JR 安城駅ってところから、こう徒歩で行けるその会場までの動線の道案内をね、ちょっと動画でロケで撮ってきたので、それをちょっとぜひ見ていただいて、ぜひ小島マルシェに足を運んでいただきたいと、強く願っております。というわけで動画の方に行ってみましょう。今日は外にいます。今日はですね、11月の17日に行われる小島マルシェの会場の案内をしたいと思います。はい、 JR 安城駅なんですよ。愛知県の徒歩5分ぐらいのところにあるんですよ。はい、アンフォーレという小島マルシェの会場が、ちょっとアドレちゃんとしっかりその辺の詳細をアナウンスするんですけど、はい、というわけでこちらの方は、はい、夢のっちでーす。はい、小島の仲間の夢のっちですね。で、今からゲームのあれみたいな2人で安城の街をね、安城駅からその小島マルシェの会場のアンフォーレまでの道のりをちょっとそうご案内していきたいと思います。いろいろあるんでね。そうそう、これもほら短冊だ、かわいいね。キーボーという安城のご当地キャラクターです。歩いてます。歩いてますね。ちょっとさっきまで雨っぽかったんで傘を持ってるんですけどね、今は霧雨だね。ちょっとやんでます。やんでます。あ、出た。で、結構気になるんですよ私、この道中にさ、あるじゃん、このいろんな絵が、ここにもドーンと新南基地が、ちょうど新見南吉といえばね、手袋を買いにとかいろんな作品残したことで有名ですが、新見南吉先生、安城で先生やってたんですよ。安城出身とかではなくて、出身じゃない、出身は半田なんだけど、その、そう、大切な時期をこの安城の先生として過ごしてたので、安城大切な時期って何？だからその絵本描いてたりっていうね、その人生においての重要な時期を過ごしてたっていうことで、安城商店街とかいろんなところにね、ほら、絵が描いてある。あ、そういうこと？いろいろ見ていこう。こっち渡りますか？渡りましょうか。こっちにもいろいろあるんで。ほら、南吉が青春を過ごした町、安城って書いてある。あ、ここにちょうどいい説明があるよ。新見南吉は薄いね。24歳の時から約5年間を安城で過ごし、その間に数多くの数多くか作品を描きました。南吉童話の世界や南吉の日々の出来事を当時歩いた街の中に書いています。これ南吉が書いたわけではない。南吉先生が書いたわけじゃない。南吉先生の思い出を現代のアートペイントとして書いたわけ、復元したわけだ。本当だ、かわいい。ただ全部ほら、この南吉先生の童話のモチーフだからさ、これは何かの絵なの？何かの本ごろ金って書いてあるよ。へー、これは馬屋のそばの中身。かわいい。かわいい。ほら、ほら、かわいくない？この下にいる子も。見て。これなんだろうね、いつも思うけど、この子めちゃくちゃ好きだ。どういう状況これ。カメーみたいな。カメー。へー。ほら、
こういうところも至るところにね、写真を撮って楽しめるスポットやっぱりあるので。これ自体は何？ほら、ほら。道中いろいろありますよ。こんなね、ちょっと徒歩5分ぐらいのエリアなんですけども。でももう見てほら。もうこれです、会場。アンフォーレっていうとこ結構最近できたよね。最近何年前だっけ？ 2、3 年のうちぐらいなんで、結構綺麗な。そうね。なんかしかもなんか近代的なこうビジュアルじゃないですか。これが図書館ってかっこいいよね。かっこいい。なので結構簡単に歩いて来れます。はい、ゴー。こちらですね。わ、なんか今日もなんかやってるよ。この1階のこのフロアであの小島の会社開催します。今日も何かを、ほらすごいよ、コッペパンとか売ってる。ほら、枝豆コロッケ、かぼちゃコロッケ、カレーパン、ドーナツ。お豆腐工房石川さんのね、豆乳とかを使ったものがいい。あ、美味しそう、見て。あ、お金は一緒。クレームクラッシュ。いろいろ売ってる。これは結構安城のものな。これは男も石川さんだったら高浜だけど地元だね。なるほどね、三河の方のってことだね。いいね。いいね。ここは常にやってるお店だね。そうそう。はい。フロアで、この辺だ。うん、多分そこら辺。この辺で、あの、うん、コジマルシェやります。結構この綺麗だし、にぎわいを感じるね。ほら、上とか。そう、結構入りやすいよね、この感じだと。ここでやります。はい、改めてこちらはアンフォーレの前でございます。電車のからのアクセスを改めてね、もう一度お伝えしましょう。まあ、JR 安城駅ちょっと見えないから、まあ、徒歩5分でございまして、でその安城駅ってのが、あの快速特急とか結構あの特別快速とかも止まる駅で、結構大きい駅なんですよ。だからあの名古屋からも1本で来れるしっていう、ね、しかも30分ぐらいで来られるんで、アクセスはしやすいかなと思います。はい、逆にあの反対側からの豊橋からもね、30分ぐらいで着くことができます。うん、仮にこれを見てる人でもうなんか愛知県じゃなくてもっと遠いところにいるよって人でも、まあね、そう、新幹線で名古屋にまで来て、そう、1本で JR 安城駅まで来れたり、それか静岡方面からだったら、うん、静岡方面じゃなくて三河安城駅っていうところで降りていただくと、三河安城駅新幹線から JR つながってて、で、まあ、行きやすいね。そうそうそう、電車で一駅なので、まあ、名古屋のぞみ止まるんで、三河安城はあの小玉しか止まらないからバカにするな、安城を。ちょっとバカにしてないよ。してない。 JR 新幹線も世話になってるんだけどね。まあ来やすいよってことです。名古屋から来やすい。名古屋じゃなくてもだいぶ来やすいもんね。どこからでも来やすい。で、来やすい場所を選んだ。そうだ。そうです。なので、ぜひあの皆さん遊びに来て、はい。なんて言っちゃいます。遊びに来てください。はい、私たちの小島ルシェは11月の17日、何曜日？日曜日です。はい。はい、にこちらアンフォーレにて、私たちの作っている手作りの雑貨やアクセサリーだったり、ちょっとね、今の状態だとまだね、何が売られてるかとか全部はちょっと分かんないと思うんですけど、おいおい、はい、撮影したりしていきますので、ぜひご覧ください。アンフォーレの横にですね、駐車場があるんですよ、パーキングが。で、そのアンフォーレの利用者の方は、まあ、一応2時間まで無料ということで、2時間は安心していられます。で、なんかねドミーがあると隣にスーパーで、なんかドミーを買い物したりする、ドミーで買い物したりすると、なんかもうちょっと延長するとかいろいろ書いてるんですけど、まあ、30分100円っていうのが、まあ、後々ついてくるよっていう危険性だけはございますだけど基本的に2時間いられますよっていう感じで、車でも来れます。 OK、 便利。待ちよ。
らペイペイ使えまして。あー、パパーセント還元のお店。あ、かわいいこれ。強い感じの。これ好き。かわいいよね。あ、ほら、ここもだよ。なんかいろいろありますけど。ポテコの本店があるよ、ポテコの本店。あそこの若い子が並んでるところ。あれ、タピオカ？行ってみない。タピオカ、タピオカ、あそこ。噂のタピオカ。噂の行列できてるやん。いつできたのタピオカ？いつでしたっけ？結構最近だよ。1年は全然経ってない。ここ半年以内。うん、半年以内。もっと3ヶ月ぐらいかもしれない。そんな感じ。まあ下手したら遅いね。うん。乗り込むのが遅いんだけど。ちょうどいい具合。客具合が、客具合が。行ってみよう。何なんていうとこ？え？現金の部屋だ。どういうのが美味しい？まず王道選ぶとしたらミルクティーが一番美味しいかなと思う。黒糖入ってると結構甘さ強いと思う。紅茶が苦手な場合は、紅茶が苦手な場合は、じゃあもうあれね、アールグレイがダメだよね。コーヒーとか。あ、そうだね。コーヒーゼリーオーレとかさ、いいんじゃない？あ、まさにカフェラテ。カフェラテと思いきや玉が飛んでくるみたいなね、黒い玉が。そう、ここはね意外とあのおしゃれカフェあるのよ。割と最近できた。ここがいい。すごいおしゃれなカフェがある。カフェコーダ。Wi-Fi も電源もありますっていうマークが出てる。すごいここいいじゃん。知らなかった。すごい、このカフェがあってタピオカ屋があって全身もみほぐしがある。うどん屋もある。カゴ屋もある。あ、見てカゴ屋。これはなかなか逆に面白いよ。ね、レアだ。レアよ。うん。かわいい。あんたこういうとこあるよ。閉めとるか。いや。はい。というわけで、はい、11月17日、日曜日、10時から16時、こちらの会場アンフォーレにて、こじまるしを行いますので、これさっきも撮ったらよく言ったやつ。ぜひ遊びに来てください。皆さんのお越しをお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。こっち今下の方です。ではバイバイ。はい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。改めて、11月17日日曜日こじマルシェ、ぜひ皆さん足をお運びください。よろしくお願いします。ではでは。